緑内障で悩んでる患者さんご自身がどれくらい悪いのかよく分かってないで治療を受けてるというようなことが非常に多いんですよね。今言ってるね、はい、眼科の先生に聞いといてもらえるといいなっていうことが必要なんですよね。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。しほちゃです。よろしくお願いします。先生、はい、このチャンネルでは緑内障のことをたくさんやってますけど、緑内障を診断されて困って先生の何かいいアドバイスとか聞けるかなと思って見てる方っていると思うんですね、うん、先生実感としてはどうですか？通院してるしてないに関わらず緑内障で悩んでる患者さんたくさんいると思うんですよ、うん、で多くはねご自身がどれくらい悪いのかよく分かってないで治療を受けてるというようなことが非常に多いんですよね。だから実際に他の眼科に通院されていてこちらに来た時にね初めて詳しく説明してもらいましたって患者さんすごく多いわけですよね、うんうん、そういう患者さんは実際にどれくらい悪いのか見てみないと分かんないわけですけどね。一つね患者さんの方で確かめておいてほしいなと思うことなんですよ。患者さんの方で、うん、今言ってるね眼科の先生に聞いといてもらえるといいなっていうことが必要なんですよね。お、うん、だ今日はそれについてお話したいと思います、はい、うん、まずね緑内障っていうのは視野の端からだんだん見えなくなって中心に向かってそれが広がってくるっていう、まあ、大体の理解だと思うんですよ、うんうん、それから眼圧がね上がるタイプもあるし上がらないタイプもあって上がらないタイプ非常に多いんですよって話もうちの動画ではしょっちゅうしてますよね。そういったいろんな人がいるわけですけど最終的に緑内障で何が困るかってことですよね、うん、これは完全に見えなくなっちゃうってことはね実を言うとあんまりないんですよ。ただ不便になるかならないかっていうところの境目がすごく大事なんですね、うんうん、最終的に光を失っちゃうことを失明って言いますけどそこまで行く人はまずいないんですけどただね日常生活で不便になるつまり仕事ができなくなるとかね家事ができなくなるとかね子供の顔がわからないとか自分の顔を化粧できなくなっちゃうとか、まあ、そういうところっていうのは不便でしょ明らかにね、うん、でそこまで行くと困るわけですよね、はい、だから日常生活の中で非常に不便を感じるところまでどれくらい近いのか遠いのか自分の状態がね、はい、それを知っておいてほしいんですよ。つまりそれ知らないでね目薬を出されて言われた通りに目薬をつけてますとかね、はい、これぐらいの間隔で検査に来てくださいとかってねたとえ忠実に守ってたとしてもどれぐらい悪いのかっていうことをね知らないまんま検査や治療に通院してる方ってすごく多いのでご自身でまずねどれくらい悪いのかっていうことを知ってほしいんですけどただねこれ実はすごく説明難しいんですよ。なぜかというとね緑内障って本当にバリエーションがたくさんあるからね初期だ中期だの後期だの末期だのってね分類する方法はあることあるんです。でもねそういうのでは説明しきれないことがあるんですね。だから突然は私の緑内障は初期ですか中期ですか末期ですかっていろいろ言われるんですけど、はい、そういう質問のされ方ではね答えようがないことがすごく多いんですね。だからそういう時にねじゃあどういうふうなことを聞けばいいのかいろいろあるんですけどそのうちの一つはね仕事ができなくなるってことがあり得るかどうかっていうことですよね。例えば定年までにそういうことがあるかどうかっていうことを可能性としてね最低限知っといてほしいと思うんですよね、はい、それでね仕事ができるかできないか日常生活不便を感じるか感じないかっていうところの境目はどこかっていうとね中心が見えてるかどうかっていうことです。うん、中心ですか？そう例えばね 1.0 とか 1.2 とかっていう視力は黄斑部の中心でしかね見えないわけですよ、はい、そこ以外のところっていうのは非常に大雑把にしか見えてないわけですね。だからそこが悪くなってもそんなに不便は感じないわけです、うんうん、中心がやられ始めた時からすごく不便を感じるようになってきちゃうわけですね、はい、だからご自身の病気が中心にどれだけ近いのか遠いのかそのことをねまず知ってもらいたいと思うんですね、うんうんうん、私のね、中心視野は大丈夫ですかっていうようなことを眼科の先生に聞いてほしいなと思うんですね。なぜそういうことを言うかっていうと普通のね緑内障っていうのは真ん中は最後まで残ってると周りから悪くなるっていうのが一般的なんですよね、はい、ところがそうでない緑内障も中にはあるし、うん、中心からうんと離れたところから始まる緑内障の人もいれば中心にかなり近いところからも始まっちゃってるっていう人もいるわけですね、はい、それずいぶん違うわけです。中心まで行くまでの時間っていうのが大切ですよね。じゃあ中心にどれぐらい近いのかっていうことをまず知ってほしいっていうことですよね。うん、うん、
ちょっとここで一般的な緑内障のね、はい、病気ってどうかっていうことをちょっと見てみたいと思うんですけど、うん、まずね OCT っていうものを理解してほしいんですけど、 OCT っていうのはいろんなことに使えるんですけど、緑内障でこれから説明するのは網膜の中にある神経節細胞、これが視神経っていうのを作っていくんですけどね、この神経節細胞がどれぐらい減ってるかっていうことを示す、そういう検査方法なんですよ、はい、でそれが減ってるところがあればその細胞が出してる尻尾みたいなもの、視神経ですね、それが減っちゃってるってことが分かるわけですね、うん、うちで使ってる機械の場合は正常であればそこのところを緑色で表示するようになってるんです。つまりここからこうやって見た時にね、網膜のどの辺に細胞が減ってるところがあるかっていうことを普通に眺めてるような状態ですね、はい、正常な図を見てもらうとですね、真ん中に黄斑部があるんですね、はい、その周り全部緑色です。全部緑です、うん、で全部緑っていうことはこの人は病気はないってことですね、うん、次にこれが緑内障の人の CT ですけど、はい、主にで下側が赤くなっていて上もちょっとかすれて赤くなってるところもあるんですけど、はい、主に下側が病気だってことが分かるわけですね、うん、これがね視野で上下逆さまになるんで、正常な人はねまあ何の異常もないわけですね。で真ん中のちょっと向かって左に黒いところがあるのはこれは生理的な盲点って言ってね、誰でも片目に一箇所見えないところがあるんですね。これは正常なわけです。だからこれ以外の場所に見えないところがあると問題だってことですよね、はい、先ほどの下側が赤くなってた患者さんの視野ってどうなってるかっていうところなんですね。お半分真っ黒です ね。つまり下側の網膜が機能が落ちてるっていうことは、視野でいうとね上から入ってくる光が下側の網膜に当たるから、はい、上の視野に問題が出るわけですね。そうするとこういうふうにね綺麗に上半分だけ見えてないっていう状態になるんです。それでね問題はですよ、これだけ見えてないのにこの患者さんに尋ねますよね、見え方どうですか、うん、ちゃんと見えてますっていうわけですよ。つまり上が見えないっていうことを気づいてないわけですね、うんうん、でこの視野の結果を見せて、いやこういうふうに上は見えてないんですよって言っても、いや見えてますよって言うんですね。ただこうやってね右目をつぶってこうやった時にここに指を動かしてみても動いてるのはわからないです。でも見えてないとは思ってないんですよ本人は、はい、目がちょっとでも動けばね全部見えちゃうからね、うんっていうことなんですね。だから中心にかなり近いところが見えなくてもご本人は分かんないってことをまず一旦頭に入れといてほしいんですよ。でね、ちょっとここで中心部が先にやられるタイプのね緑内障をお見せしますね、はい、でこれがそうなんですけど、うん、これねさっきの人と逆で両目ともですね真ん中が赤いんです。そうです ね。で周りは緑なんです、うん、こういうのは私が勝手に逆ワンだって呼んでるんですけどね、こういう場合はですよ中心が見えにくくなるっていうことは想像つきますよね、はい、ところがねそんなにすぐには悪くないんですよ。えでね例えばこれでね見ると右目ですね、でこの30度っていうね普通の検査方法で見ると中心が少しこう黒い点がありますよね、はい、っていうことはですね中心が少し機能が落ちてるなってことは分かるんです。でもう少し悪い方の反対目左目の方を見るとですねもう少し明らかですよね、中心の黒い点が増えてるでしょ。だからこっちの目の方が中心部分の周りが少し反対目よりも広い範囲やられてるっていうのが分かりますよね、はい、でもこの人ね矯正視力を測ってみるとどれぐらいあると思います？でも真ん中がもう病状が進んじゃってるので、うん、まあ少し悪いんじゃないですかねと思うでしょ。ところがこの人は両目とも視力 1.0 なんですよ。うん、これはね難しいんですけどね、感度が落ちててもよく見れば分かるんですね。で感度がある程度以上落ちてこないと見えにくいなっていうことに気がつかないですね。でも視力が 1.0 ですよって言われたら、うん、え私見えてるじゃんって思いますね、うん、そうですよね。この方もね全然だから見えてない感じがしてないんですよ、はい、それなのにこの人は私の判断で言うともうかなり重症なんですね。難しい、うん、まだね40歳代後半ですけど、これからの年月を考えるとね、うん、もう真ん中から悪くなっていくわけですよ。ということはですよ、外からこうだんだん真ん中まで行くまでってすごく時間があるわけですよね、はい、でもこの人はもう真ん中が悪いわけだから、しかもね46歳でこれから先は長いでしょ、うん、ここはどんどん悪くなっていくと視野が欠けていくっていうことを全然自覚しないまま中心が見えにくくある時からこうなってくるわけです。だからいくら矯正しても 0.8 しか出ないとか 0.6 しか出ないとか、だんだんこう見えにくくなっちゃうんです。
ですね。ですから確かめておかなきゃならないことは、中心の視野が大丈夫かっていうことなんですね。でさらにね、検査方法を変えると中心のことがもう少し多くかかるんですよ。例えばこれがね、重度っていう範囲の検査ですね、うんうん、さっきの軽い方の目でこういうふうにね、ちょっと上の方に見えない点が集中してあるでしょ、はい、これはね、さっきの少ししか黒い点がなかったところを詳しく見てみるとね、これぐらいの範囲悪くなってるってことが分かるわけですね、うんうん、で悪い方の目、重度っていう狭い範囲を細かく調べる検査をやってみると、これぐらいもう真ん中の感度が落ちてるってことなんですよ、うんうん、ただね、これは全く見えないっていうことではなくて、かなり光の強さを強くしないと光ったなっていうのが分からないっていう程度なんですね。ですから細胞がまだ十分あるから、視力の検査をした時もね、ランドルと眼がどっちを向いてるっていうのは分かるんです、うんうん、普通の人よりも暗い条件でやると早く分からなくなっちゃう。だからだんだん夕方になったり、例えばあんまり明るくない玄関とかね、そういうところでどれが自分の靴かとかいうのがよく分からなかったりとかね、そういう不便が始まっていくってことなんです、うんうん。そしたらやっぱこの人は治療を急いでやらなきゃいけないですよね、うん、そう、ある意味急いでなんですけど、この人は治療始まってるわけですよね、はい、で問題はね、緑内障という診断がついて治療してるから安心だっていうわけにいくかいかないかってところなんですよ。つまり重症だから思いっきりその病気が進みにくくなるような条件にしてあげなきゃいけないってことですね、うんうん、で緑内障の場合は唯一の治療法っていうのは眼圧を下げることですから、じゃあどれくらい下げたらいいかって話なんです。問題はそこなんですよ、うん、つまりね、広い範囲で調べてちょっとしか悪いところがないと思うと軽症って判断する可能性があるでしょ。そうするとちょっと下がればいいやっていうね、目薬1種類で十分でしょうって話になっちゃうのが一番困る。いやー、うん、そうですね、うん、つまり中心はもう悪いわけだから、はい、周りからこうどんどん悪くなっていって、中心まで悪くなっていったのと同じように考えてあげないと中心が早く悪くなっちゃうでしょ、うん、だからこの人の場合はもう重症だから、これぐらい下げてあげるっていうレベルをうんとそのハードル高くしてあげるんですね、はい、いろいろ細かい条件はあるんですけど、私たちが判断してね、これはもう手術をしないとこの人は長く持たないって判断したら、普通の人よりも年齢がうんと若いのに手術をしてもらうことを勧めるんですよ。ですからね、中心っていうのがものすごく大事なんですね。緑内障っていう診断がついた方はね、先生にこう聞いてほしいわけです。私の中心視野は大丈夫でしょうかっていうことですね。私の中心視野は大丈夫でしょうかって聞けばいいんですか、うん、そうですね。それでね、なんでそんなこと聞くんだっていう顔をされるかもしれないですよねその時に、はい、いや中心から悪くなる緑内障もあるって聞いたんでちょっと心配になったんですってね、うん、そんな風な聞き方をするといいかと思うんですよね。医者の方もね、突然予期していないような質問を浴びせられたりするとちょっと動転するかもしれないですよ。それからね、もう一つ、例えばこんな聞き方もできると思うんですね。視野の検査定期的にやってもらってますけど、中心部ってどうなんでしょうかとか、中心部だけ詳しく検査する方法もあるって聞いたんですけど、そういうのってやったことあるんでしょうかってね、まあ、そんな聞き方がいいかなと思うんですね。繰り返しになりますけど、30度っていう視野検査をして、見えないところ、紙で出てきたものを見てね、黒いところですよね、その黒いところがちょっとしかないと軽症だって簡単に判断されちゃう場合があるわけですね。いろんなことを見比べて、あ、ここしか悪くないんだなっていうことであればそれでいいんですよ。だけど30度で全く異常がなくて10度やって初めて異常が出るってこともあるんですよ、うん、だからそういうことも含めてね、あんまりそのね、知った風なことを言うと医者も怒り出しますから特にインターネットで見たな、これ明らかに影響を受けたなみたいな話し方をねするとね、激励に増えることがありますからね。だからそれもちょっと気をつけてね、はい、いや心配なんですっていうことですね、はい、こんなこと聞いたんだけどちゃんと見てんのかお前みたいな、そういう言い方しないでほしいんですよいや心配で心配でと。でさらに付け加えればですよ、いつもよく見ていただいてますけどとかね、そういう言葉を付け足すとそうなんだよあなたのことはよく見てるんだみたいなね、はい、そういう風になると思うんですよ。あなたのことよく見てるけど大丈夫だよ、中心ちゃんと見てるから大丈夫ですっていう話になればいいし、うん、まあ、そこで最悪ですね、中心あんま見てないなって医者が思った時にじゃあちょっと中心の検査もしましょうかって、そういう話になるかもしれないですよね、うん、それはそれで、そうそう、よかった、中心やってもらえる、うん、ってことですね。だからね、やっぱりね、日常の生活っていうのはね、いろいろ制限がたくさんあるんですよ。患者さんがたくさん待ってるとかね、それから待ち時間のことで文句ばっかり言われるね。でそれが特にドクターに対しては言わないけど、スタッフに対してもすごくね文句言う人いるわけですよね。やっぱりそういうの分かりますからね、はい、自分の前ではおとなしくしてるけどスタッフにはこういうこと言うんだなって分かるじゃないですか。
それもね、医者としては嫌なんですよね。しかもね、詳しく検査してあげたいんだけど、時間もないし、スタッフも人数が足りないってこともたくさんあるわけですよ、はい、あるいはうちみたいにね、視野の機械が4種類で合計5台あるとかね、そういう異常な眼科じゃないければね、1台しかないけど、普通ね、何百万もする機械だからね、それ順番でやっていくわけじゃないですか。だからね、やりたくてもやれないことたくさんあるわけです。だけどね、それをね、ちゃんと見てないんじゃないかみたいなことを言われたら、それカチンときますから、いや、いつも見ていただいて、でも心配なんですって気持ちを伝えると、ドクターもね、素直にね、あ、そうですよね、心配ですよねっていう気持ちになってくれると思うんですね、はい、だからね、その辺ね、お医者さんにはちょっと聞かせたくない話なんですけど、患者さんにはぜひ聞いてね、もらって、こういうところを日常の診察の中で少しずつ自分がどれくらい悪いかっていうことを確かめていくっていうことがね、やっぱ必要だと思うんですよね。ですから今日はね、そういうことで、まあ、他にもね、いろいろね、ドクターにはあんまり聞かせてあげないんですけど、患者さんはこういうことを知っといて、うまく聞き出してくださいねってことあるんですよね、はい、別の機会にそういうお話したいと思いますけど、うん、今日はね、まずそういったお話の第1番目としては、緑内障の人が気にしなきゃいけないことで、中心部が大丈夫かっていうことをさりげなく、それとなく聞き出してほしいなと思うわけですね。診察室に行くと緊張して何聞いていいか分かんなくなってるし、緑内障ややこしいから、何から聞けばいいのか、何が悪いのかいいのかも分からないみたいな状態の人いると思うので、今日の重要なポイントの聞き方、参考になったんじゃないですかね、うんうん、そうですよね、はい、中心が大丈夫かってことは緑内障においてすごく大事ですから、ちょっと練習しましょうか。そうです ね、せーの、私の中心視野は大丈夫ですか。私の中心視野は大丈夫ですか、うん、私の中心視野は大丈夫でしょうか。そんな風に聞いてもらいたいなと思うんですね。くれぐれもうまく言ってくださいね。それはお願いします。こういったね、なかなかここで喋りにくいような内容もね、時々 LINE でお伝えしたりすることもありますので、概要欄から私の公式 LINE のリンクを見つけてですね、公式 LINE でもお友達になってくれると嬉しいなと思います。カジュアルアイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や視能訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか。私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。今日のね、ちょっと眼科の先生にはあんまり聞かれたくないんですけど、患者さんにちょっとぜひね、お伝えしたい内容、皆さんの役に立ったでしょうか。役に立ったと思った方は、いいねマークとチャンネル登録をお願いします。ベルマークを押すと動画が上がるとお知らせが届きます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。